川海老蔵さん、スケロクの鉢巻き贈呈に感謝、市川海老蔵。十三代目市川團十郎を襲名する歌舞伎俳優の市川海老蔵さんが10月18日に11月と12月の襲名披露公演でのスケロクゆかりの江戸桜上演へ向け東京豊洲の魚河岸水神社を参拝した。花川戸のスケロクを演じる役者は魚河岸へ挨拶に行き、旦那衆から舞台で使用する引き幕と下駄と鉢巻きが贈呈されるのが團十郎家の伝統。参拝を終え、魚河岸会から江戸桜の鉢巻きを受け取った海老蔵さんは、スケロクの中で江戸桜の鉢巻きを魚河岸会様から頂戴するというこのしきたりがしっかりとつながっていることに深く感謝しておりますと気を引き締めた。市川海老蔵さん、スケロクの鉢巻き贈呈に感謝、市川海老蔵でした。ご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。